程よい気分で今日もとなくただの村人のパクチーです。よろしくお願いします。はい、7月1日にね、ついにダークトロルが、若干ね、下方修正されたんで、実際このデスディオ暗黒、今までは、B の2、B の4、そして F の3にいたのかな、あと F の2にもいたのかな、ああいう角っちょのとこに大体いたんですけど、それがどういう風なね感じになったのか、また経験値がね、もともとね 25,821 もらえたのが今 26,56 しかもらえないんですよ。5,000 ぐらい減ったのかな、5,200 ぐらい減ったのかな。実際それでね、どんなもん変わったのかね、ちょっと調査に行ってみたいと思います。はい、まず1箇所目こちらね、B の4に来てみました。 B の4、前みたいね、戦ってる人いないね、いないのか、それとも、もうみんなレベル上げ終わっちゃったのかわかんないけど、いないですね。一匹はここ。前はね、もう一匹ここら辺にいたけど、あっちの方にね、ちょっと、はぐれちゃってますね。なんかもう背中向き合ってんで、多分仲悪いんでしょうね、きっとこの二人は。ここの場所はこんな感じですかね。ちょっと若干遠いかな、雰囲気。でも、2万もらえれば十分なんじゃないの？よくわかんないけど。はい。じゃあ次の場所、行ってみましょう。はい、2箇所目ね、いないんだよいないんだよ。この前までここら辺にいたのに、この前まで、あ、向こうに行ってる。あ、戦ってる人いるわ。ちょっと若干位置が変わったな。戦ってる人いますね、あそこに。あ、さっきのとこはいなかったけど、こっちは戦ってる人いますね。あ、なるほど、やっぱまだレベル上げしてる感じだね。場所が変わったんだ。前までここだったけど若干移動したんですね。もしかしたら湧く場所がだいぶ、遠くなったっていうのもあるのかもしれないですね。じゃあもう一箇所ちょっと行ってみましょう。はい。ちょっとね、もう一箇所行く途中にね、ダークトロルいるんだよ。ここ全然関係ない場所、今までと。このね、真ん中、D の2にいます。前までね、こんなとこにいなかったよ。うわ、待って、こっち来た。そう。こんなとこにいるんで、ちょっとびっくりしました。まさかの不意打ちですね。じゃあ先端行ってみましょうか。先端いるんですかね。あ、こんなとこにいる。だいぶ行動範囲を広げましたね。だいぶ行動範囲を、あそこから解き放たれちゃった感じですね。ここにもいますけど、だいぶ解き放たれちゃってますね。前までここで飼い殺されてたのに、だいぶ解き放たれちゃってます。ちょっと怖いですね。じゃあ最後、F の4に行ってみましょう。はい、この F の4に向かってる途中だったんですけど、F の3かに向かってる途中だったんですけど、あんなとこに気持ちよさそうに寝てますね。前いなかったね。え、起きんのあいつ。こっち来んじゃねえよ。あいつ起きるみたいです。気をつけてください。起きやがった。なんと木陰で寝てるね、トロルが起きますね。で、定位置に戻って、行ってまた寝るのか、それとも起きてるのか。起きてますね。ちょっと起こしちゃった。申し訳ないね、本当に。で、寝るんだ、もう一回寝るんだ、そこ。あ、待って、奥にも見っけちゃった。あそこにもいる。だいぶね、行動範囲を、あそこにもいいんじゃん。行動範囲広げてきましたね。ってことは先っちょいないの、もしかして。あ、いないわ。あ、だいぶね、行動範囲を広げたんですね。少しアウストラロピテクスから少しね、進化したみたいですね。若干ね。はい、こういう風に行動範囲を広げるっていうことを覚えたみたいです。はい。そんな感じでね、だいぶ分散してるっていうことは分かりました。はい。7月1日に、バージョンアップしてから、トロルがどんな風なね、生態になったかね、調べてまいりました。そしたらね、だいぶね、ちょっと知識を得たみたいで、だいぶいろんな場所にね、転々としておりましたね。人によってはね、人じゃないか。トロルによっては、木陰の下で休憩してね、おねんねしてたりとか、今日起こしちゃったんですけど、だいぶ分散しているみたいなんで、だいぶ進化しましたね。はい。皆さんもね、経験値は下がりましたけど、トロでね、分散してるんで、もしよかったらね、レベル上げ行ってみてはいかがでしょうか。はい。分散してるからね、難しいとは思いますけど、どうなんですかね。うちはトロルレベル上げやったことないんでわかんないんですけど、トロル大好きな人は行ってみてはいかがでしょうか。うちもね、このマイタウンには、ダークトロルいるんで、はい、それで頑張っていきたいと思います。
本日はこんな感じで終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではパクチーでした。バイバイ。どうもありがとう。僕の名前はコリアンダー。今日はマイタウン、このベルモール宇都宮にダークトロルがいるって聞いたんだけど、どこにいるかさっぱりわからないんだ。でもいきなり出てきたら怖いな怖いな。ん？なんか変な音が聞こえる。まさかダークトロルかな。あの奥の方から聞こえるぞ。怖いな怖いな。でも思い切っていこう。えい、ー、あー